新人類などと呼ばれて、ファッショナブルに軽く生きているような若者たち。だが意外にゾッとするほどうつろな顔を見せることがある。何をしたらいいか全然わからない。これではダメだということはよくわかっているんだけど、自信もない、こいつだけは貫きたいという情熱もない。生活的にはまあまあ、ほどほどのものは持っているし、だらしがないと言ってしまえばそれまでだ。だが正直に内面をさらけ出せば、若者たちに限らず、今こういううつろな人間がほとんどではないだろうか。これは問題だ。そこで僕はそういうダメ人間、不安で迷って自信がない、何をしたらいいのか点でわからないあなたに提案する。自分はそういう人間だ、ダメなんだと平気でストレートに認めること。そんな気の弱いことでどうするとくよくよしても気は強くならない。だからむしろ自分は気が弱いんだと思って強くなろうとジタバタしない方がいい。諦めるんではなく気が弱いんだと思ってしまうんだ。そうすれば何かしら自分なりに積極的になれるものが出てくるかもしれない。つまらないものでも自分が情熱をかけて打ち込めばそれが生きがいだ。他人から見れば取るに足らないようなバカバカしいものでも、自分だけでしこしこと無条件にやりたくなるもの、情熱を傾けるものが見出せればきっと目が輝いてくる。これは自己発見だ。生きていてよかったなと思うはずだ。